の政治家参議院議員、外務副大臣、大阪府副知事、自由民主党参議院幹事長を歴任。兵庫県尼崎市生まれ。兵庫県立尼崎高等学校、大阪大学法学部卒業。1957年、大阪府庁に入庁した。赤間文造大阪府知事秘書、大阪府理事、生活文化部長、企画調整部長を経て、 1992年に中川和夫知事の下、大阪府副知事に就任する。1995年大阪府長を代職。第17回参議院議員通常選挙に定数3の大阪府選挙区から自由民主党公認で出馬し、再開で初当選した。2001年の第19回参議院議員通常選挙では小泉旋風を受けてトップ当選。 2004年、第2次、小泉改造内閣で、外務副大臣に任命された。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、安倍内閣や自民党への逆風が影響し、再会で参戦。同年8月、自民党両院議員総会長に就任。10月、福田康夫内閣で、聖和政策研究会会長の町村の部が、 内閣官房長官に就任し、罰務に時間を避けなくなったため、町村、中川秀直谷川の3人が、町村派代表世話人に就任する。2009年3月、体調不良により辞任した山崎正明に代わり、自民党参議院幹事長に就任。2012年6月、翌年の第23回参議院議員通常、選挙には立候補せず、 引退することを表明した。2013年11月、秋の叙勲で、朝日、重光明を受賞した。現在は、浄土新州本願寺派万徳寺僧侶僧として、隠居生活。ありがとうございます。